こういうのが趣味なんだ。ふん、女子高生を眺める趣味。予備軍。通報するのやめて。ええんじゃない、自分が好きになったものを信じろよ。そういえば前回の日本史俺満点だったな。そうなの。よう、ミク。今昼ご飯か。あ、350円のサンドイッチに。あ、なんだその飲み物。抹茶ソーダ。裁判長、ミクは被告への個人的感情でかばってます。違う。ミク、信じてくれると信じてたぜ。それ以上近づかないで。何してるの。え、ああ家庭教師するんでしょ。私の体操服がなくなったの。赤のジャージ。そうか、見てないな。さっきまであったの。風太郎が来る前はね。と出ない。おーい、クッキー作りすぎちゃった、食べる。なるほど、外見気にしないからこんなダサい服で出かけられるんだ。この尖った爪がおしゃれなの。あんたには分かんないかな。分かりたくもない。焼肉定食、焼肉抜き、ダイエット中。え、うん、あ、すまん。これ好きなんだろ。110円は手痛い出費だが、もちろん鼻水は入ってない。ミク。いや、なんで同級生のあなたなの。この町にはまともな家庭。わかった、さっきも聞いたそれ。次行きましょう。なんで私のジャージ着てるの。だって料理で汚れたら嫌じゃん。今すぐ脱いで。ちょ、やめて。一人で何やってるの。肉。今時オートロックも知らないんだ。ここで私たちの部屋番入れてくれたら繋がるから。おお。まあ知ってたけど、一つ聞いていいか。今朝の問題なんだが。恋愛したくても相手がいないんですけどね。ミクはどう？好きな男子とかできた？いないよ。こういう冴えない顔の男が好みだったの？こいつ今ひどいこと言った。ニノは面食いだから。お前も地味にひどいな。はあ？面食いの何が悪いんですか？愛犬より中身とか言いたいわけ？だったらそれって私より詳しいってこと。え？じゃあ問題ね。信長が秀吉を猿って呼んでたのは有名な話だけど、この逸話は間違いなの？本当はなんてあだ名だった。唯一の特技で負けるのが怖いか。武田信玄の風林火山、その風の意味することとは。喉渇いた。じゃあミクの言う通り中身で勝負しようじゃない。どっちが家庭的か料理対決。なんだ。ことごとくうまくいかない。じゃーん、旬の野菜と生ハムのダッチベイビー。オムライス。さあ、どっちが美味しいかジャッジしてよね。うん、どっちも普通にうまいな。え？本当だ。うん。どっちもうまいぞ。はあ？そんなわけ！よかった。手紙見てくれたんだ。食堂で言えたらよかったんだけど。
誰にも聞かれたくなかったから。次の家庭教師の内容は日本史を中心にしよう。ミク、受けてくれるか？そこまで言うならいいよ。風太郎、それ本当？そうだが、それはやっぱユーザー切腹。ミクさん、それは武田信玄の。見た。はい。誰にも言わないで。戦国武将。約束通り日本史教えてね。ミク、まだいたんだ。間違って飲んだ私のジュース買ってきなさいよ。もう買ってきた。え？さあ授業始めよう。よし、切り替えて。責任取ってよね。任せろ。ミクの好きな人って上杉さんじゃ。わお、上杉さん。四つ葉。ちゃんと前向いてなきゃダメですよ。ミクが通らなかったか。あっちに走っていきましたよ。サンキュー。最後に食べるご飯は何にしよう。あれ、あの四つ葉少し髪長くね。リボン取っちゃったし、ヘッドホンつけて。お前肉だろ。よかったです。トリッキーな技使い。よし、言えた、すっきり。ちょっと待った、何のこと？ひねった告白とかじゃないよな。うるさいな。問題の答えだけど。問題？今朝そんなことないと思う。ミク、誠実に向き合えば分かってくれるよ。誠実にってどうすりゃいいんだよ。私に言われても分かんない。それを考えるのが風太郎の仕事でしょ。それを今、なぜこのタイミング。すまん。おっと、秀吉のあだ名、確か日本史の先生が言ってたような。ハゲネズミ。正解。ありがとう先生。意義ある。風太郎は悪人顔してるけど、これは無罪。いや、悪人顔って。私がインターホンで通した録音もある。これは不慮の事故。みく、金森長近、川尻秀隆、片倉小十郎、上杉景勝。飲んでみて。気になるって言ってたじゃん。大丈夫だって。鼻水なんて入ってないよ。なんちゃって。三人ですよね、ミク。ああ、来てくれたの。武将しりとり、龍造寺高信。あれ、もしかしてこの逸話知らないの？そっか、頭いいって言ってたけどこんなもんなんだ。やっぱ教わることなさ。剣心が女だったって説もあって。うん、それな。いつまでは柿を食べなかったんだ。ああ、それな。信長が頭蓋骨にお酒を入れたとか。ああ、それな。お前たちには5人揃って笑顔で卒業してもらう。勝手だね。でも無理だよ。私たち5人合わせて100点なんだ。なんでそんなに必死なの。俺のスピードと張り合えるなんてやるじゃん。